こんにちは、平井弘明です。今回はですね、ちゃんとインパクトを迎えてますかっていう動画を撮っていきたいんです。で、どういうことかというと、平井弘明のワンナップゴルフ。ボールって打ちますよね。で、僕見てて撫でてる人がほとんどなんですよ。ボール撫でてる撫でてる、こうやってね、打ってないの。ボールは打たなきゃいけないじゃん。撫でてる。これ打ってる。打ってる。ああ。これ撫でてる。テローンってなってる。そう。それで飛ばないって言ってたよ。飛ばないよね。飛ばないんだ、打ってないんだから。打たないといけないの。インパクトを作りに行かないといけない。特に下に置いてあるボール。ティーアップしてるボールは、100歩譲って撫でてもいい、浮いてるから、抵抗ないから撫でたってヘッドスピードが落ちることはない。だけど芝生の上に置いてあるって自力でボールを上げなきゃいけない部分もあって、もちろん8割9割ロフトが上げてくれたりシャフトが上げてくれたりするんだけど、ただそれだけでも撫でてこうやって打ってたらボールって上がんない。やっぱ打ちに行って初めてこうやってヘッドが前に行く、それでボールって上がるから、ボールに対してインパクトを作りに行かなきゃいけない動きもやっぱり必要なんだよ。それが弱い。要は毎回俺が動画で言ってる、その押しが弱いとか、そもそも押せてないとか、そういうことのつながりなんだけど、そことつながるのね。だけどとにかくボールを打つ仕草、力度合いっていうのがすごく弱く見える。実際弱いし、でそうするとヘッドスピードがもちろん上がらない。でなんでそれができないかっていうと、曲がりが怖い。 T 字ができてたら曲がらない。 T 字の中に押してあげる強さを入れてあげる、そうするとボールっていうのは曲がりが少なくてちゃんと飛んでいく確率っていうのは相当上がる。それじゃあ今まで打ってなかったから、打ったら T 字が狂っちゃってちっちゃうってことなの、そう。強く打ててる時は T 字が狂って、T 字を守るとスピードが落ちる。そう、それの繰り返しをしてる方が本当多くて、そうで、強く打てて T 字が来るっていうのは、それは段階的にはいいこと。強く打とうとしてるから。そう、それを、そのスピードをキープしたまんま、この強さをどんどん出していかないといけないんだよね。でもそれを、そのタイミング、体の回転のタイミングとクラブの押す、打つタイミングを合わせないで、全体的にスピードを落としちゃう方がやっぱ多くて、そうすると、やっぱボールへの衝撃が足りないよね。足りなくなっちゃう。どうしてもね、そうすると飛距離が出せないんで、球が上がらないとか、グリーンでボールが止まらないっていうことが起こる。スピンが足りないからね。そう。だから本当、球の高さ必要だし、スピン量っていうのもやっぱある程度必要になってくる。それにはボールへの当たる衝撃が必要ってことなの。だから強く打ったら曲がると思ってる方が未だに多すぎるわけ。はいはいはい、はい。それはね、俺もすっごく思う。関係ないからね。強くじゃあ打とうとすると、その T 字が狂っちゃうっていうことが原因で曲がってるだけであって、強いことで曲がってるわけじゃないってこと。ないの、そう。そこの理解は大事かもしれないね。だから、そのために、そのプロはトレーニングしたりとか、ドリルをやったりとか、そういうことをやるんだけど、だからこう1から8のステップっていうのがすごく重要になってきて、それを強くこう打てるようになっていかないと先がないんだよね。そっか、じゃあ同じスピードでいいから、なんて言うんだろう、こう強く当てるというか、っていうところだけ意識するだけでも全然違うんだよ。全然違う。なんか早く振るって思っちゃうけど、そうじゃないの。同じスピードでも強く打ちなさいよってことね。そう。だからその理解、だからグリップ一つでもそうよ。強く握る、弱く握る。だから、この同じスピードでも、その中で緩く握るのと強く握るのと、スピードは同じでも衝撃が変わるからね。やっぱクラブ単体の衝撃の当たり負けっていうのが変わるから、だからそういうのが準備しとくか してないかで全然結果は変わっちゃう。やっぱそれなりに強く打った衝撃が来るわけじゃない、それに対して準備できてないと、やっぱり開いちゃったり、インパクトで当たった時に減速しちゃったり。そう、そういうのが起こる。それは衝撃に負けちゃうからってこと？負けちゃう。あ、そうなんだ。そう、こうやってやって、こうやってなっちゃうから。ああ、そうなんだ。そう、自分は行くから。はいはいはい、はい、はい。でも、当たったままクラブが止まってたら、そのままこうやってどんどんこうやって遅れるじゃない？それで。そう。それが1センチあるだけで曲がるからね。はいはい。そう。だからちゃんとこれが、ここでこう、押し返せないといけないよ。そっか、瞬間に衝撃で T が崩れちゃうんだ。そう、崩れる。
崩れないように硬くするのに硬くしないから。あ、じゃあ右手のその手の甲っていうか負けないようにいつも言ってる押すっていうのになってくるわけだ。うん、そう。で、それになおかつ、うん、もっと固定のブーストを加えるんだったら左脇を、うん。左脇がしっかりしてたらもうクラブは負けないから。だから強いラフとか。はいはい。そう、傾斜とか。なるほど。そういう時とかに左グリップを強くして、うん、左脇を締めて、うん、左腕の張り感を少し持たして、うん。で、この物体を動かすのが右だったり肩回転でなってきたら、うん、負けないから。うん、強いまま、うん。そういうことね。そう。それをやってあげた方がいい。そっか、うん。絶対的にそれって重要なことで、うんうんうん、ちゃんとこうクラブを押す作業っていうのを加えてあげた方がいい。やっぱり全部つながってくるのね、そつながりますね、うちのチャンネルは。そうだね、うん。ちゃんとね。そうなんですよ。だから本当にその、押してますか押してますかってなんかこう、動画で言ってるけど、うん、もうちょっと重要なポイントで。分解するとそういうこと。そう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 。ちゃんとその、押し活をしてるかどうか。そうそう。っていうのがめっちゃくちゃ重要。本当に強いから。そっか。だからそれを1から8でやっていくと、その1ぐらいの、ね、スイングの小ささだったらそんなに衝撃も来ないから、うん、ちゃんとまだ押せるわけだ。そう。でだんだん上がっていくと狂ってくるわけだ。そう。自分がスピード上げてるのにネジを締めなかったらやっぱばらけちゃう。そういうことか。そういう意味に1から8ってやっぱ大事なんだね。大事大事。だから崩さないっていうのとちゃんとその押す力もだんだん上がっていくっていうのと。そうなの。持っとく力も上げなきゃいけないし、自分が上がってるからスピードが。そうなんだね。そう。だから全部グリップが同じ力でもダメだし。そうだね、そうだね。そう。本当にだって多分300ヤード飛ぶ人が、こうやってやらないと思うもん。やっぱそれなりに振るからね。だから自分の飛ばしたい距離のグリップ力だったり、うん、そういうものを見つけないといけない。よくね、じゃあどれぐらいですかって言うんだけど、うん、知らない。自分で見つけないと。そっか。うん、それは人によって違うんだ。そう。全然違う。だってヘッドスピード40ってくくっちゃったら、うん、子供が40の力で出すのと、大人が40の力で出すのでも違うじゃない？男性女性でも違うし。だから、グリップ力なんかはそんなのは言えない。うん。自分で40を振り切れる力を出さなきゃいけないよね。見つけないとね。それがすっごく大事。そっか。自分で探さなきゃいけない部分ってもうほとんどだからね、ゴルフ。感覚はそうよね。そう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 。だから、伝えられない部分が多くて、うん。そうだね。負けないでねって、その右手が負けない、押すのに負けないでねとは言ってあげられるけど、そう。どれぐらいかは自分じゃないと分かんないってこと。そうそう。分かんない分かんない分かんない。負けてるか負けてないかの判断ができてないってことだからね、それだと。ああ、そうかそうか。うん、自分で分からないと。うん、だから、まずその負けてるか負けてないかを分からないといけないし、うん。うん、それがすごく大事。それって全然別の話になっちゃうんだけど、いつも言うさ、うん、インパクトをそのゼロに戻ってるか戻ってないかを感じるのとかとは別なの、うん、いや、同じ同じ。もうほぼほぼ一緒のこと。あ、そう。うん。やっぱこれ負けてるからね。あ、うん、じゃあその振り遅れてるかどうか分かるっていうのも、押せてるかとかとイコールなんだ。うん。振り遅れてるイコール押せてないから。そうだよね。うん、そう。で、押す、押してってたらこうやって押しちゃう。手を、グリップだけ手を出しちゃうわけ。そう。ヘッドね。ヘッドだからね、うん。そう。ヘッドを前に押すためにどういう動きをするかだから、自分は押さなくていい。だから本当にボールを押さなきゃいけない。ボールを打つっていうこと。うんっていうのが、やっぱ、どうしても、なかなかできてないよね。撫でることはできるの、この角度で。で、ハンドファーストにしようとしてる。ハンドファーストでもめちゃくちゃきついから。ハンドファーストって要はこっちに傾いてるわけじゃん。そうだね。こっちに傾いてたらこっちに行く方が簡単でしょ？うん、簡単。こっち行こう、突っかえるじゃん。うん。だから突っかえさせないと、その威力が出ないのよ。あ、そう、だから硬いのに、ハンドファーストにして緩くして、それが当たるわけないの。本当に。ただこうずっとペラ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 なんていっちゃってるから。そうだよね。そう。こうやってなってるんだけど。そうだ、負け続けてるわけだ。そう。負けたままフィニッシュ。そうだよね。そう。だからもうなんだろう。もうそもそもの理解よね。そうだね。うん。じゃあなんでやってんだって話になっちゃうね。そうなの。やらない方がいいの。そうだね。うん。で結局、ハンドファーストを突っかえに行くから飛ぶわけじゃない。うん。うんうん、ハンドファーストのまま行ったって振り抜きが弱いんだよ。飛ぶわけないの。あ、そこまで言って。そうだね。そう。じゃないと、いい結果は絶対出ません。でもその力むっていうのも、それも人によるんでしょ？あの、なんていうの、グリップをさ、うん、アドレスの時は別に緩く握ってて、うん、その切り返しから力入れていくとか。うん、そうそうそう、徐々に入れたりとか、うん、あとは、もちろん最初から、握ってる人。握ってる人もいれば、うん、最初から最後まで抜いてる人もいるだろうし。あ、だけど、
当たる瞬間は入れとかないとダメでしょ。うん。抜けちゃう。飛んでちゃう。そうだよね。うん、絶対自然と入れてる。あ、そうだよね。じゃないと飛んでそうだよね。飛んでく。そう、飛んでく、ね。飛んでかないために絶対やるはずなんだよね。だから脱力っていうのが出てきちゃうんだ、まだ。そうそうそう、そう、うん。だ、そこも脱力違いあるしね。全部抜いてるわけでもないし、全まあね、うちは力めて言ってるけど、全部力んでろって話でもないわけだよね、うんうん。そうそうそう。やっぱ程よくインパクトに負けないために、ここでこう、バンって力を入れますよっていう。うん、そうだよね、うん。そういう意味だよね。だって人間だってさ、全身の力を変えないんだったら絶対歩けないんだから。ああ、そう、ね。そう。上げるとき力入れるじゃない、自然にね。そう。で、うん、踏み込むときも力入れるじゃない、うんうん、それで歩けるじゃない、うんうん、ずーっと同じ力感だったら多分進めないんだよね。そうだね。うん。そう、だからそういうことになってきちゃうから、うん。うん、だから、抜くのは抜く、入れるのは入れるんだけど、うん、やっぱり少なからず加速減速がスイング中あるわけだからっていうことを理解してくれれば、うん、どこで入れて、どこで抜いてとかっていうのは、うん、ご自身で多分できるようになるから。あ、うん、まあ、じゃあその辺も、初め抜いてた方がいいのか、ずっと入れっぱなしの方がいいのかはその人によるから。そう、とりあえず二通りやってみた方がいいっていう感じ、うん、どっちのが自分で押せんのかってこと。そう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 、とにかく押すためのことだからね。力入れることとか抜くことが目的じゃないから、ね、そうなの、そうなの、打つことが目的だから。でどっちのが打ちやすいかって。そう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 、うん、その判断でいい、うん、で本当に今回この動画を撮ろうとしたのは、うん、本当にインパクトに対して力が弱かったり、そういう印象がすごく強いのね、うん、特にここ30年ぐらいずっとじゃん。ずっとダメ。まあ、スイングの理解をし始めてから10年ぐらい。うんうん、だから10年ぐらいからはずっと思ってる。あれで280、80飛ばそうって思ってるんだっていう力の人が多いからね。はいはい、はい。うん、だもっとインパクトは入れなきゃいけないし、力を。で、力と曲がりは全く関係ないっていう。うんうん、別物だから。うんうん、だからそういう、こう、インパクトをちゃんと作るっていうこと。音を鳴らすだったり。うん、ボールをこうヘッドでこうちゃんとバチンと弾く打つっていう、いいメリハリをインパクトでつけてあげることっていうのは、飛距離に対しても高さに対してもすごく大事なことなんで、ぜひ練習場で意識してやってみてください。はい。で、今回はですね、ボールを打ってますかちゃんとっていう動画を撮ってきました。背景いいですよね。今バーシーです、バーシー。それ今なんです。最初じゃないんだ。そう、最初じゃないです。今日やってます、背景。そうなんです。合成だからね。やっと、ちょっと。俺の編集で。本当はグリーンバックで撮ってるから。上がったね。上がったでしょ。編集力が。上がった。今グリーンバックで撮ってね。マジ？そうだね。そう。ここに今合成当てられてる。最高、最高ですよ。最高です。ね。なんで今日は気分よく動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。